こちらは、まあ、あの積み木のおもちゃになってるんですけれども、一つ一つが、まあ、あの異なる電子回路の機能を持っています。で例えばこちらですと、まあ、シンプルなスイッチになってまして、で、まあ、これだけだと特に何もできないんですけれども、でこれに対して例えばこちらはあのライトの機能を持つものになってまして、これとこれを組み合わせてスイッチを入れてあげると、こちらのライトの機能がこう制御することができるといったものになっています。こちらはまあ何か物が前に来た時にそれを検知するセンサーになってるんですけれども、例えばこれと、こちらはまあ、ホイールがついているタイヤのようなモーターのモジュールになっているんですが、こちらを組み合わせてあげると、こう何か物を検知した時に動くというような機能のおもちゃを作るようなことができます。もちろんこれ1対1じゃなくていろいろな組み合わせもしてよくて、何か物が来た時に検知するセンサーとこのタイヤを2個ずつ使って、これにおまけでこういった部品を組み合わせてあげると、何か物を発見したらそちらに動くというようなロボットのようなおもちゃを作ることもできるものになっています。とにかくその小さな子どもでも分かりやすくしたいというところが大前提としてありまして、2つの積み木の間でやり取りする情報というものをこの全て光で情報のやり取りを行っているというのが特徴になります。こうすることによって、まあ小さな子どもであっても今こちらのブロックからこちらのブロックにどういう情報が送られているのかということをこの光を通して知ることができるというのが特徴になっています。はい、私筑波大学の川口と申します。研究者なんですけれども、普段は、まあ、あのコミュニケーションを行うロボットの研究であったり、あとはコミュニケーションを支援するデバイスの開発だったりといったことを専門でやっております。光積み木は今回あのイノベーションで作らせていただいたあの作品なんですけれども、いろんな積み木が組み合わさっていろんな機能を実現することができる、子ども用のおもちゃというふうになってるんですけれども、それぞれの積み木があのいろんな種類の、一つにつき一つの機能、電子回路の機能を持っておりまして、子どもが自分で、考えながらいろんな組み合わせに組み替えることによって、さまざまな機能を実現することができるといったおもちゃになっております。基本的には、まあ、まずはこう楽しんでくれればそれが一番なんですけれども、光積み木の中でもそういったこう例えばラジコンを作ることができまして、それを自分で作る中で、じゃあ、 あの世の中にあるラジコンっていうものはどういう仕組みでできているのかなっていうのをこう自分で考えるようなきっかけになるのではないかなというふうに考えております。